ちょっと待って、一回走らせまい、これどんな動きすんの、ちょっと見てみましょう。どんな動き、あこうね。じゃあちょっとこれでね、いきますね。ほう。おお、いや、ちょっと待って、早い。結構早いよ。こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、こちらになります。タミヤの楽しい工作シリーズのローラースケートロボ工作セットになります。比較的新しいやつになります。で、発売されたのはね、タミヤさんのホームページ見てみると2022年の3月19日になんかどうもね発売されたようで、価格の方はね、これ私アマゾンで購入したんですが、で今ちょっとね、あのアマゾンで価格見たら2344円で発売されてます。これなんですけど、すごい特徴的なのはローラースケート履いてるんですよね、まあ、名前がねローラースケートロボット工作セットなんで、あとこれなんかクリアパーツね、この顔の部分っていうのかな、ここの部分がなんかこっち選ぶかこっち選ぶかできるっぽいです。これだ、これが通常のロボットの顔の部分で、こちらでこのクリアパーツめっちゃかっこいいですね。これパーツの点数的にはね、あんまり多くないですよね。組み立てるのはね、結構簡単っぽいっすね。ただ、ああ、そうか、ギア類が結構あるみたいですね。で、ここのね、ギアはまあこんな感じになってて、ね、二重になってて、こっちもね、二重になってて。ちなみにモーターなんですけど、これはミニ四駆と同じモーターになってますね。それから電池ボックスは単三電池1本のものになってます。はい、できました。まあ、完成するとね、まあ、こんな感じで、確かになんて言うんだろう。で、しかもこのローラースケートの部分が結構大きくて、で、まあ、この後ろにね、単三電池1本。こんな感じで入るようになってます。このモーターがこれミニ四駆と同じなんですよね。なんでモーターをね、変えれば、さらにこう、速くもね、できたりするみたいですけどね、これ。まあ、とりあえずね、走らせてみます。はい、スイッチ。ちょっと待って、一回走らせる前、これどんな動きすんの？ちょっと見てみましょう。どんな動き？あこうね。ほんと開いて閉じてだけなんですね、これ。あー、なるほど。あ、こんな感じなんだ。おお、じゃあちょっとこれでね、いきますね。ほう。おお、おお、いや、ちょっと待って、早い。結構早いよ。あ、めっちゃ早いですね。これじゃあ、ちょっとこれね、ここ調整すれば、ぐるぐる回るようにできるみたいなんで、ここネジついてるんですけど、これがこう、ちゃんと動くようになってるんで、こうね、これを調整してやるとこう回るはずなんで、ちょっとやってみますね。おお、おお早すぎるんじゃないこれちょっと待って、これ、ね、早すぎると思うんだけど、スピードがこれめっちゃ早いんですもん。なのでですね、この、これ、旋回調整用ラダーって言うんですけど、これ、先ほどはね、この外側も、内側も、これ最大にしてたんですよ。最大で、こう旋回してたから、こんな感じでね、まあ、こけちゃったんですけど、外側をね、最大やめて、真ん中ぐらいに戻して、内側をそのまま最大にしてみました。するとまあこんな感じでね、なんとかギリギリ走れたかなという感じです。この片輪走行なんかこれすごいっすよね。内側がやっぱり結構いっちゃうな。ちょっと厳しいな、やっぱり。なのでこのね、旋回調整用ラダーをもう少しね、こう緩めてあげると、旋回をね緩くしてあげると、まあ、こんな感じでね、ちゃんと走れるようになりました。あ、これぐらいでね、これぐらい大きくね、回るようにしたら、まあ、スムーズにね、おお、いいね、早い。これは早い。あとちょっとね、これだと、なんかいまいちかっこよくないんで、ちょっとここ、頭ちょっと工夫しましょう。なんかこう、かっこいいのに。なんだろう、私が、あ、これいいやって思うね。もうみんなが望むやつ。これ絶対似合うだろうなっていうね、思ってるプラネルがあって。これ絶対似合うなと思ったんです。
やっぱこういうの500系ですよね。いや、かっこよすぎでしょ、これ。おめちゃくちゃかっこいいな、これ。なんかあの、昔あの、漫画にありましたよね。マクロスの、バトロイド・ヴァルキリーでしたっけ。あの、足が出てこう、これで、いきます。ほう。おぉ。あ、あかんの？上が重くなってるから。上が重くなってるのか。あ、やっぱあかんねえ。ちょっと角度を調整しますね。うん。ちょっと一目盛り分だけ戻しましたね、これね。おぉ、いった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 。なんで？もちろんね、こちらのラダーをね、弱くして、旋回を緩くしてあげると、こんな感じでちゃんと走れるんですけど、これじゃあね、なんていうかな、ちょっと面白くないじゃないですか。ちょっと広げるとやっぱりすごい速い、スピードが速いね。あー、ということで重りをつけて重心を下げることにしました。で、単三電池を3本つけたので、これかなりね、重心下がったと思います。お願いだから言ってよじゃあ行きます。おお、いけてるいけてる。いけてない。結構惜しいとこまではいってると思うんですけど、なんていうんですかね、これテーブルがね、ちょっと実は段差があるんですよね。マスキングテープつけて段差マシにしたんですけど、やっぱそれですね、そこがきっかけで転倒しちゃうという感じになってます。いいのにな。となればもうこれしかないっすよね。プラレール、ね、プラレールのレールで囲んであげて、これでちょっと行ってみたらどうなのかな。おお、これだったら安定して走れるということですね。まあ、とりあえずこういう形にはなりました。はい、ということで最後はプラレールとスピード比べしてみたいと思います。で、走るプラレールは36+3です。これ単二電池仕様なのでね、通常のプラレールよりはほんの少しね、速い2スピードのプラレールになってます。じゃあ行きますよ、せーので。あ、ほぼほぼ互角。スピード的には単二電池仕様のプラレールとほぼ互角ということで、これ結構速いですよね。こうなってくると改造したプラレールとも比べたくなりますよね。ということで E7 系新幹線輝き、こちらはね、モーターをパワーダッシュモーターに交換してあります。はい、ということでね、最後はこれ比べてね、終わりたいと思います。はい、いきますよ、よーい、スタート。さあ、どっちが勝つんだ。おい、ちょちょ、はい、ではいきます、よーい、スタート。あ、フライングだだけど、あ、よーい、スタート。いかがだったでしょうか。これはまたモーター交換して速いプラレールとね、比べてみたい、なんかもしてみたいなと思います。まあ、気になる方はね、ぜひね、ローラースケートロボット工作セットチェックしてみてください。いや、なかなかね、これ面白いですよ。